豊家大宮宮、豊家大宮宮、豊家大神宮、と、ゆけマイナスは、三重県伊勢市豊川町にある神社、伊勢神宮の二つの西宮のうちの一つである。一般には、下空と呼ばれる。式内社。大こそ。伊勢市街地、JR、近鉄伊勢市駅から、下空山道を通って5から6分ほどを歩いたところに、鎮座する。広大神宮、内宮とに、 西宮を構成し、両宮を参拝する際は下宮を参拝した後に内宮へ参るのが敷たりされる。伊勢の中心にありながら、境内は平の清盛が直視として参った時に冠に、その岩が触れたとされる古木、清盛楠の木や、初夏には三重県か、花勝部が咲き乱れる、曲玉池などの自然が豊富に残さ、非日,日常空間を形成する。境外には、 伊勢の中心業務地区、CBD かつ鳥居門前町の本町があり、伊勢市観光協会がここに本部を構える。月空参道や駅前通り界隈には、土産物店、旅館と銀行や大手企業の支社、支店が混在している。建物は、広大神宮と同様に外側から板垣、外玉垣、内玉垣、水垣の寄絵垣に囲まれ、南北の門に、 宿営屋が置かれている。建物は、新職が、交代勤務で24時間、警備、管理を行っている。新徳は、豊家大三河、お米をはじめ衣食住の恵みを、お与えくださる産業の守護神ですとされている。月空の鎮座の由来について、古事記、日本書記の領書には、記載がない。804年、延暦23年に編纂された社殿。 留行宮儀式長によれば、有力天皇の夢に、天テラス美か内空祭人が、現、自分一人では、食事が安らかにできないので、丹波国の東行大臣、とよ、受けの狼を近くに呼び寄せるようにと、信託した。留行宮儀式長には、それが何年のことであるという記述はないが、大美和宮所雑時期の第一、有力天皇の上に、即位二十一年停止。 すなわち、有略天皇二十一年とある。この神託を受け有略天皇二十二年七月七日、内空に近い、伊勢国渡来の軍、沼木の里、山田野原の地に、豊家大三家を迎えて祀った。下空の鎮座は、内空の鎮座から四百八十四年後のことで、あるという記述があるが、天皇の在位期間を機械的に西暦に当てはめて、計算すると、その年数が一致しない。 縁起式新名帳には、渡来宮四座と記載され、大こそに列している。代々渡来氏が神職として奉職したが、中世には、渡来家行が、というけ大宮は,は、雨の皆中主の人、国のとたちの人と同神であり、下空は内空よりも立場が上であるとする伊勢神道、渡来神道を唱えた。また、門前町として山田が形成された。 1876年の伊勢暴動の際には、中島、裏口、時は、大瀬湖といった町が炎上し、下空でも防御体制を取ったが、破壊や放火といった被害は受けずに済んだ。1945年1月14日午後2時53分、下空の新域に5カ所6発の爆弾が投下され、五条殿、九条殿、神楽電、殿、と機関で被害が発生した。その被害は、 軒先とと障子の破損や板塀の倒壊、屋根に数箇所の穴が開いた程度で警備であった。7月28日から7月29日の宇治山田、空襲では、お垣き内にも焼夷弾が降り注いだが、ご垣き内が火に包まれることはなかった。後に、下空ぐいから搬出された、焼夷弾の残骸は、トラック3台分にも及んだという。西軍は、西電、西宝電。 東方殿の三つからなるが、幾重に板垣が巡らされており、廃所からは直接見ることはできない。聖殿の背後には、三景殿と下平殿が並ぶ。聖宮の隣には次の神宮式年遷宮の際に、聖宮が建てられる、三式地がある。この五式地は、前回の式年遷宮の時に、聖宮が置かれていた土地であることから、古土の地とも称する。斜地の面積は、 内空の十分の一ほどで、内空と異なり左側通行である。境内には、長宮、高宮、風の宮、土宮、土宮の三つの別宮、別宮、西宮に次ぐ行為の宮をはじめ、時間、神楽殿、神々の食事を調整する、忌宮殿、三木を治めた三木殿、三坂殿などの建物があり、月宮の境界を守る四、イタリ神、宮の巡りの神が、 大場の前に祀られている。北三門口鳥居から北西に伸びる道を進むと、伊勢市を含む渡来軍の守護神を祀る拙者の渡来国五神社、さらにその奥に伊豆津川河口を守る抹茶の大津神社が鎮座する。同じ境内にありながら、直接的に境内の参道では繋がっておらず、一度、三木本道路、三重県道三十二号伊勢磯部線に出る。必要のある社として、 渡来大国玉姫神社、伊香治神社、伊中神社がある。別宮は、聖宮の分け宮の意味で、神宮の社宮のうち聖宮に次いで尊いとされる。京四宮、拙者は、聖宮、別宮を除いた、縁起式神明帳に記載されている神社。定義では、拙者はすべて式内者となるが、戦国時代にほぼすべてが廃絶となり、江戸時代の寛永年間、 1630年代から明治諸島1870年代にかけて復興されたため、式内社の否定地とされる場合がある。計16社。末社は、西宮、別宮、摂社を除いた、遠略儀式帳に記載されている神社。計8社。所管者は、西宮、別宮、摂社、末社以外の神社。計4社。伊勢神宮における祭儀は、 月空先、祭りとして、広大神宮、内空より先に、月空で行うが、神宮式年遷宮に関しては内空を先とする、習わしがある。日別朝夕大みけ祭、日ごと朝夕大みけ祭、毎日午前8時から午前9時までにかけての朝、大みけ、午後3時から午後4時までにかけての夕大みけの毎日に回、月空御宣伝において、 五線を備えて行う神事。上天五線とも呼ばれる。とゆけ大見和ぐの時官にて前日から決裁していた、ゴンネギが、月空の、忌みびや殿において、下水具を用いて推理出す。忌みびと呼び、神聖とされる火を使用して、同じく前日から決裁していた神職が調理した、おに新藩三世、上、五聖神社の神髄、未生、肥大、季節により、スルメカマスムズ、 カラガツオ、海藻、野菜、果物、聖酒三根を、ネギ、ゴンネギ、宮手のひら各一名、出資二名が、ご宣伝において、アマテラス大神と、豊池大王三とアメノタジカラ王の人、マンハタイユタ愛を伴え神三座に建て祭る祭典。神仙としてのお塩をお塩殿神社から、月空に運ぶ際に使うお塩道が定められており、また、 お塩のとゆけ大見和宮祭館への輸送のためだけに用いられる橋として、お塩橋が下空の旧域にある。米は伊勢市内の神宮館だ。野菜は伊勢市内の神宮、みそので作られるなど、神宮の新鮮は自給自足を胸としているだけでなく、細具としての土器も滝郡明和町にある土器調整所で作られている。下空では、 皇室から奉納された二頭の新芽を飼育しているが、新芽が体落ち、死亡してしまった場合は、新芽が新たに奉納されるまでは二頭出ない時期が生じる。体落ちした新芽は専用の墓所に葬られ、新たに奉納された新芽は、献身式が取り行われる。お祓いを受けた後に新芽を、グルの垣打ちに参入させ、新職が糊刀、相上、新しい新芽の奉納を神前に報告する。 新芽は、見馬屋にいることもあるが、天候や、新芽の体調によりいない場合もある。地元では、お馬様と、継承で呼ばれ、写真を撮影されても動じることはないが、ストロボ撮影は禁止されている。毎月1日11日21日には、西宮へ参拝する、神馬県産、新芽県産が行われる。午前八時前後、神職に伴われ新芽が、 生身山へ進み、生宮にお辞儀をするのが通例であるが、雨天の場合や新芽が進もうとしない場合などは、見送られることがある。神馬バケの際、新芽は、菊の御門が入った馬犬を身につける。内空でも、下空同様に二頭の新芽が飼育され、同日に、神馬バケを行う。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。